日本ラグビーフットボール協会会長の森重隆です。この度はダイムトレンド大賞の特別功労賞を受賞させていただきました。ありがとうございました。本来その日本代表の選手たちが一生懸命頑張って皆さんが一人ずつ応援していただいたからこの賞をいただけたものだというふうに思ってます。先日グラウンドに行きましたけども、グラウンドで表彰式を出させていただきましたけども、そのグラウンドがあれだけの肉弾戦の中で、ほとんど傷んでないという状況で皆さんの思いが伝わってきました。グラウンドの管理していただいた方やボランティアの人、それからサポーターの人、応援していただいた皆さん、その力でベスト8が取れたというふうに思いますし、この特別功労賞がいただけたというふうに思います。これからまた日本ラグビーフットボール協会いろんな手を打って、この人気が持続するよう頑張りたいと思いますので、皆さん声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。